ルノースポール、ルノースポール、ルノースポーツはフランスの自動車会社、ルノーのモータースポーツ部門。会社発足以降、1900年代から技術の向上を目的にモータースポーツへの参加を積極的に行っており、第二次世界大戦後もアルピーヌやゴルディーニなどのチューナーを通じて、ルマン24時間、レイヤ、ラリーなどに積極的に参戦していた。 しかし、独立した、モータースポーツ専門部署を持たなかったルノーが、1973年に、それまで、純、ワークスチーム的存在であった名門チューナー、アルピーヌを買収し、アルピーヌの本社及び工場があったディエップを、本拠地とした、モータースポーツ関連子会社として設立された。なお、それに先立つ1969年にゴルディーヌも、ルノーに買収されている。現在は、 モータースポーツで培った技術を市販車にフィードバックさせエンジンやサスペンション、トランスミッションなどを独自にチューンしたルノースポールバージョンを製作する一、ウィンドの開発も担当している。また一部車種の GT グレードの足回りもルノースポールが開発を行っている。またルノースポールの特記事項としてはシートの開発もサスペンション同時に行われていることがあり、これにより 各社主ごとに足回りとの相性が最適なシートが提供されている。2001年頃にはスクーター業界にも参入し、ベネリトの OEM 提携により、3輪のルノー・ユベロ、2輪のルノー・キャンパス、ルノー・フルタイム、ルノー・クラノス、ルノー・スペシメンを販売したが、2003年に販売したルノー・グルーミーを最後にベネリトの OEM を解消し、スクーターから撤退した。 以来、1アやマン24時間レースなどの耐久レース、ラリーなど様々なカテゴリーで常にトップクラスの活躍を繰り広げ、2005年と2006年には2年連続でイ1のコンストラクターズタイトルを得するなど、様々なカテゴリーで数々のタイトルを獲得している。2005年と2006年にイ1のタイトルを獲得したるのイ1チームは、キューベネトンフォーミュラを買収して、 社名変更した法人であり、ルノースポールとは、同じルノーグループ内であるが別法人である。フォーミュラカーについては、会一以外にも、初級フォーミュラのフォーミュラルノーや、中級フォーミュラのワールドシリーズバイルノー、2005年にフォーミュラルノー V6 ユーロカップとワールドシリーズバイ、日産が統合され発足を各国で展開している。古くから、 F3 へのエンジン供給による参戦も続けているほか、イ一の次に位置するカテゴリーである GP2 にもエジン、供給を行っているなど、実際の供給業務は、メカクロームに委託、ヨーロッパのモータースポーツにとって欠かせない存在となっている。1950年代から、アルピーヌやゴルディーニなどのチューナーを通じ、4CV、A110 や A210、 A441 などで、ルマン24時間レースに参戦し、数回クラス優勝していたが、1978年にターボエンジンを採用した、アルピーヌルの A442 バイト、ディディエピローに、ジャン、ピエールジョスソ組で、ポルシェ935や936などの並みいる、ライバルを破り、念願の総合優勝を飾った。 その後もルマン24時間レースなどの耐久レースにはエンジンの供給やプライベートチームの参戦のサポートなどを通じ参戦を続けている。1950年のラリー・モンテカルロでの 4CV のクラス優勝以降、1960年代後半から1970年代前半にかけてルノー8をベースにアルピーヌが製作したアルピーヌルノー A110 や ゴルディーニが手を加えたルノー8ゴルディーニが世界中のラリーで大活躍した。特に1971年のラリーモンテカルロでは前人未踏の1から2から3フィニッシュを達成した。その後も1970年代後半から1980年代中盤にかけてフランスの英雄とまで言われた伝説的ドライバージャン・ラニョッティがドライブするコターボが数回優勝を飾るなど、 大活躍した。現在は WRC ジュニア世界選手権 JWRC にクリオで参戦している。2013年はアークと統合されたアーク、ヨーロッパラリー選手権にはーク c ス,スペックのルノーメガアヌーアルエスを2台送り込み同選手権のプロダクションカップに参戦。年間未勝利に終わったがドライバーズではランキング3位。 チームズカップでは2位と初年度ながら好成績を残した。また、ルノーのエンジンを搭載した、シュレッサーバギーがパリナカルラリーで1999年2000年に連覇を達成しているほか、トラック、カミオン部門でも上位入賞の常連となっているど、耐久ラリーでも存在感を見せている。ゴターボやクリオ、メガーヌなどの市販モデルをベースにした、レーシングマシンによる、 ワンメイクレースを古くから行っており、ルノースポールの主催で、ヨーロッパ各地で1990年代後半には、スパイダー、レーシング仕様による、スパイダートロフィーを、2005年からはメガーヌをベースにした、ミッドシップマシンによる、ワンメイクレース、メガノトロフィーを開催してきた。2014年からは、専用に開発されたマシン、RS01 で競われる、ワンメイクレース。 スポールトロフィーが開催されたが、2016年を最後に、これらのワンメイクレースは廃止されている。2015年、ワンメイクレース用に開発された RS01 をデチューンし、FIA GT3 企画に適合させた RS01 GT3 を発表した。古くから若手レーシングドライバーの育成に力を入れており、ルノーの講演を得て、 その後会1にキャリアアップしていったドライバーは、元会1ワールドチャンピオンのアラン・プロストや、ルネアヌーなど数多い。また2002年には、新たに RDD という育成プログラムを発足させ、フォーミュラルノーや F3 などへの参戦支援などを通じて、より充実した体制で、若手レーシングドライバーの発掘と育成を行っており高い評価を得ている。 モータースポーツで培った高い技術を市販車にフィードバックさせ、全輪駆動にこだわり、エンジンやサスペンション、トランスミッションなどを独自にチューンしたルノースポールバーンを本社所在地のディエップ工場で製作している。現在はメガネルノースポールなどが生産、販売されており、モータースポーツで培った高い技術を市販車にフィードバックさせる子により、 ルノー車全体のイメージ向上に寄与している。また、ウィンド、メガールのエステート GT、エステート GT220 においては、ルノースポールの名こそ完されないが、開発初期の段階から深く携わっている。ルノースポールの略である RS が付くのが見分け方。ルノークリオルノースポールのプレイステーション2バージョンが2004年にヨーロッパで限定発売された。 シートに PS2 のロゴが刺繍で入るほか、フロントサイド部分にもロゴが入る。なお、ルノークリオルノースポールは、プレイステーション2のソフト、グランツーリスもな内で、ドライブ、プレイすることができる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。